池田成明は、日本の武士、官僚、実業家。三井財閥筆頭上無理事、大倉大臣などを務めた池田重明は長男。では米沢藩士、高坂正国の子として生まれ、同じく藩主の池田盆蔵の養子となった。藩庫工場官に学び、上杉餅則の故障となった。長武行、江戸ルス巨役を歴任。当時、餅則の,の蕎麦役として、 麻布邸に帰居し、天か杉重と行動を共にし、ここで、慶応義塾の福沢諭吉や尾端徳次郎、シーボルトをはじめとする人物らと知域を得た。明治維新後は、廃藩置県に伴い、置いたま県藩治となる。1881年5月に、持ちのりが沖縄県令に赴任するのに従い、10月に沖縄県県少書記官となる。 翌1882年1月に事務官判事となる。1883年に持ちのりが沖縄を離れるのとともに東京に戻り、翌1884年に大倉省御用係となる。1886年に大倉省を辞任し、米沢に戻り事業を開始する。1888年末まで米沢中学校の初代校長も務めている。 両武銀行の創立に関わり、1896年に初代東取に就任し、1907年まで務めた。主君の持ちのりに修正中誠を尽くし、1896年に持ちのりが米沢に戻った時の居宅として、革命館の建設に当たったのも、成明であった。ありがとうございます。